大兄、何やってんすか。午後のミッションなんですか。午後のミッションは、はい、ちょっと大きい魚が見たいんですよ。はあ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 。40センチ以上、1匹。40か。頑張ればいけるかも。はい、1匹でいいんで。簡単でしょ。1匹なんで。いやー、41匹って、40をここで全然見てないんですよね。まあ、そこをなんとかするのが高橋くんなんで。あっちにテトラがあったんで、そこのテトラでちょっと大きいの探しますわ。じゃあ午後は。その前に食べます。食べこれもらったんで、はい、この辺探索していいですか。もう燃やすもんがないんで、はい、いけるっしょ。ロープはなんだかんだいっぱいある。もおお、ただこれスパークルって書いてあるんで炭酸系ですね。じゃあ開けてみましょう。あ、シュッシュッって言った。うわ、韓国のペットボトルです。これもう使えると思うんで置いときます。何かしらに使えるっしょ。それダメです。いや、拾ったんすよ。ダメですってなん。それはダメです。今拾ったっすもん。これここにあるものは自由に使っていいルールじゃないですか。だってロープも木も使っていいですもんね。ここにあるもんは。まあいいっすよ。見つけたっす。サビサビ包丁。これも韓国製かもしれません。刃物とりあえず、まあ刃めっちゃ欠けとるけどゲット。これあれだぞ。探せば何でもあるぞ。多分この辺火起こすのまだ昼までもったないんで、火は夜に起こして、とりあえず包丁拾ったんで刺身食べますわ。刺身時間もないし、刺身食べて大きい魚探しに行きたいと思います。まな板がないんでね、この辺でやっていきますわ。食べるのは何種類か分からんけど、とりあえず下処理だけは全部やっときます。何で食べようかな。これを刺身で食べて、あとの2匹は夜行か。夜危ない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 。足腰弱っとるな。取ったらね、美味しくいただくっていうのが人間のあるべき姿ではないでしょうか。使いにくいな、この包丁。なんとか切れるな。でもよし、一匹完了。じゃあ皆さん、はい、カワハギのさばき方いきますよ。角の背中側から包丁、この包丁じゃ入らんかもしれん。入れる。入れたら、あとはドゥルンとこれだけ。そしたら内臓も全部取れます。うわー、肝がすごい。これはあのカワハギの肝っすよ。肝醤油とかで醤油に溶かしたりして刺身食べたらもう最高っす。うまっ。信じられんぐらい美味しいんだけど。うますぎる。いきますよ。で、ここのここから皮剥いでいきます。この背中のとこね。よいしょ。こうやってね、この背中のところから剥いでいく。こうやって。おい、できた。どうでしょうよ。これだけさばいて
刺身で食べていきます。どうでしょう、いい感じではないでしょうか。拾った包丁でここまで綺麗にさばけたらいい、上出来でしょう。どう思います？まな板じゃないですからね、これ石の上ですから刃が切れにくくなることは間違いない。ほら俺の刺身どこ行くねん。冷たい。俺の刺身どこ行くねん。おい、1個どっか行ったやん。よっしゃ、はい、ということで、はい、刺身ができました。着火セットに醤油とかありますか？ないです。ないっすよね。いただきます。うまっ、マジでうまい。うん、おいしい。なんか甘い、身が甘くて、何の味って言ったらいいんかな。別に食レポがそんな上手なわけじゃないんだけど、とりあえず身質はちょっとコリコリした感じで、めちゃくちゃ甘い味は。うん、超うまい。あー、うまかった。緊張してて全然ケツ丸出しだから、ちょ、やめて。ちょ、お尻出てる。ちょ、ほんまに。ちょ、出とるけん、全部。全然緊張して出ませんわ。痛い痛い。ちょ、やめて。しゅんちゃん、撮らんでよ、ほんとに。これ、編集とかでアップにしたらマジで怒るよ。アップにせんでよ、絶対。そのすごいもん映っとったらいけんけ。絶対ダメよ。編集でアップは絶対ダメ。ほんとにやめてね。全書します。全書ってこと、全処理良きに計らいますと。あ、OK。はい、ということでやっていきたいと思います。今回のね、あのミッションは40センチ以上の魚をつけっていうことなんで、頑張っていきたいと思います。で、今回はですね、しゅんちゃんが一緒に海に入ってくれて、僕も自分が潜るところはこうやって初めて映像で見るんですけど、ちょっと新鮮な映像になっているんじゃないかなと思います。初めて見ましたけど、こうやって自分が潜るの、まあ下手ですね、潜り方。初めて見ましたけど、もうちょっとこう綺麗に潜水できたらいいなと思いました。下手ですね。あれ突き逃しちゃダメですよね。あ、くそ。こっちの方がでかいの。サイズが。ここでね、僕びっくりしたんですよ。しゅんちゃん、なんともう浮き輪でついてきてって言ったんですけども、浮き輪この時点でほっぽり投げましたから。陸での撮影はもちろんのこと、空撮はできるわ、水中は泳いでついてこれるわ、もう最強ですよね。今おっきい魚が見えたんですよ。で、そこに向かってエントリー。
残念ながら逃げられてますね。まあ、いくら探しても魚はいないと。エントリー。ここはね、ちょっとさっきのテトラ隊から離れて沖まで出てきたとこなんですけど、全然魚いませんでしたね。テトラ隊に戻ってエントリヒット。クエですね。めったにつける魚じゃないんで、純粋に嬉しかったですね。クエよ、クエ、クエ、すごいじゃん、やったじゃん。クエよ、クエ、ちっちゃいけど、やる。いつも通り脳締めして血抜きしていきます。じゃあ今海から上がって、まあ、ちょっと服とか着替えて、取れたのはこれ一匹です。ほら、クエ、超高級魚。あ、やばい、タオルが。超高級魚よ、嬉しい。まあ、夏が旬かどうかは俺もわからん、知らん。で、まあ、問題はね、これが40センチあるかどうかっていうとこなんよね。いきますよ、40センチあるのかどうか。クエ、いかに。ゼロね、ピンと張って、ピンと張ってゼロね。これちゃんとちゃんと張っとるよ。でゼロからてっ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 て、ある。44センチ、ピンと張っても43センチ。44だな。どんなもんよ。おめでとうございます。どんなもんよ。で、しかもね、みんなにちょっと自慢させてほしい。このついたとこ、ここついて、こっちから抜けとるんよ。こっからこの身を痛めんつき方どんなもんよ。おめでとうございます。うっす。ということで、高橋くんルーレットのお時間です。はい。ちゃんとね、先ほどの着火セットはね、抜いてある状態のルーレットになってるんで。着火セット抜いて、またなんか足されたとかないですか？ないっす。はい。甘くないんで、世の中。はい。さあ、回していただきましょう。いきますよ。見えてます？見えてますよ。いきますよ。せーの。よっ。
頼むで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 。ブルーシート、まあ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 、ブルーシートをお布団にしてやろうと思いますよ。はい、ということで、まあこいつ、うわ、いたた、歯がすごいんだこれ。見てこの歯、これこれ下の歯、これ上すごいっしょ。足くんの歯はまあ出っ歯ですけど、どっちかといえば俺ね、今から帰って処理してさばいていきますよ。さばいていく勝手に使ってもうた。高橋くん、はい、ブルーシート、あ、ええんすか。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。しゃあ、クエのおかげでブルーシートゲットしました。これでちょっと今日は夜快適に寝れると思います。はい、やった、あざす。よっしゃ、じゃあクエさばきましょうかね。はいはい、じゃあクエさばき、向こうでもうクエおるんでさばきます。はい、じゃあ今回はですね、まあこちらの拾ったまな板を使って、で拾った包丁を使ってさばいていきます。さあ、じゃあまず鱗落とします。うわー、クエだ。クエは夏美味しいんかな。やばいやばいやばい、ちょっと飛ばしていきますよ、鱗っちょも。せっかくの高級魚なんで、余すとこなく全部食べたいですね、頭まで。塩焼きがいいかな。すごいぬるぬるなんよ。おーし、オッケー。じゃあ鱗は取れました。じゃあお腹開けていきたいと思います。いきますよ。何食べたんだろう、結構お腹膨れとんよね。エラ取って、クソ上手に取れ。これは胃袋かな、なんだろう、食べれそう。食え、置いといて、いや、さっきのが胃袋だな。これがやっぱ胃袋だ。胃袋だけど何も食べてない、すっからかん。で、お腹が膨れとったのは、あの浮き袋が膨れとったゲーだね。しゃ、じゃあ血合いもね、綺麗に洗い流していきます。海の中で血抜きしとるけほとんど大丈夫じゃん。あ、うまそう。じゃあさばいていきます。切れん、包丁が。ちょっと大失敗したかも。全然切れんし。うん、切りにくいですね、非常に。マジで切れんわ。いきますよ。待って、頭落とすのが先だった。この状態にしてやらんとね。どうやったらこんな下手くそに切れるんすかね。うまい。魚臭くなったよ、もうこれで。ちょっと反対側は上手にさばきますよ。こっちはまあなんとか。
さばき方が下手でした、ちょっと。うん、あんま、やっぱ冬が旬なんですかね、あんま油が乗っとる感じはしないですね、高級魚っすけど。うん、よし、切れねえ。やっぱナイフいりますね、自分の。この包丁があれば十分だと思ったけど、皮すら切れんっていう、もうこれ、これっすよ。皮何回ハート押しても切れんのんすよ。さあ、これで切れるようになったか。シュッシュッと、ほら切れ味回復。じゃあ皮引いていきます。全然切れん。カメラマンさんどうぞ。いいんすか。いいっすよ。ちょっと汚れとるけど、ちょっといただきます。ピロッと塩水つけて食べて。夏の食えってこんなもんみたいですね。うん、まあでも美味しい。うん、うん、まあ、あの日のあの食事を思えばごちそうですよ。間違いない。トカゲに比べたらすっごい美味しい。お腹減っとるけど止まらんもんね。うん、うまっ。はい、じゃあね、今ね、この風に炭と拾ってきた木と着火剤とを混ぜて組んだんで、今から火つけてみたいと思います。つけ、マジ頼む、つけ。お、ついたか。お、ついたついた、頑張れ。じゃあね、早速魚焼いてみたいと思います。クエですよ、クエ。2本物足りんな。もう2本ぐらい串があればな。木で作ればいいんですけどね。網欲しいな、網。これ網あったら完璧なのにな。1本でいきますわ。もう1個は鎌の方に刺して、こっちに、どうしようかな、ここに立てかけておきます。うわ、うまそう。熱々熱々熱々、いいね、着火セット最高だわ。しゅんちゃん最高よ、着火セットですか。いいよこれ、いい引きでしたね。ああ、最高マジで。昨日ズルしてつけた日に比べたらどうなんすか。もう全然いいよね、こっちが。昨日のとかもクソだったけ。じゃあ焼き魚ができたんで、ちょっと食べてみたいと思います。やばい、これやばい。ごめん、ちょっと熱かったのと脳みそに衝撃が走りすぎて。これマジで美味しい。うまいっす、これやばい、マジでうまい。体も温まるし。ちょ、シュッちゃん、こっちだけ食べてみん。うん、うまいじゃろ、普通に。うまい、普通に白身魚の焼いたやつよね。うん、うまい、うまいよね。ちょっとあの着火剤のせいで黒くはなるんですけど、焼いたところが。うん、マジでうまい。うん、これうますぎるじゃろ、やばい。わあ、ぼーっとしとったけど目覚めた、マジで。うまっ。ちょ、もう一個食べますわ。やっこ、うますぎる。しゃあ、焼けました。いただきます。はあ、うまっ。生きててよかったっす。本当に生きててよかった。マジでうまい。ちょっと香料がなくてあれかもしれんけど、この残りの切り身は刺身でいただきます。これやばいな、これほんまにやばいよ。うわっ、これマジでやばいわ。うまい。
うん、最後の一切れ、ちょっと煙たい中ですけど、いただきます。わー、なんか体ふわふわしてきたんですけど、ぼーっとしてきました。なんか雲がなんか動いてるように見えますね。なんかクエの刺身って変な効果ある。じゃあ最後焼けた白身もいただきます。うまい。